月に一度開催されている九重町の半田ふれあい夢食堂。利用者の半分は65歳以上の高齢者です。おはようございます。文雄さん元気でしたか？よかった、はい、バスの便が少ないなどの事情で自力で来ることが難しい人は民生委員が自宅まで車で迎えに行きます。よかったです。よかったです。ごめんね、お母さんの名前言って。食堂にやってくるとみんなまず胸に名札をつけます。今まで知らなかったおばちゃんたちとこのふれあい食堂を通じてお友達になるわけです。これで、あ、みわちゃんのおばちゃんだとか、あ、あいちゃんだとか、子どもたちとなんとかくんとかで呼び合えるように。2020年にふれあい夢食堂をスタートさせた森八重子さん。幼稚園の保育士として働き、2人の子育てを終えた後、半田ふれあい夢食堂を始めました。仕事して結婚して子供がもう離れていって孫も生まれて、それからですね、私がなんかした方がいいんじゃないかっていう気持ちが芽生えた。きっかけとかあったんですか？そういうふうに思うようになった。だからやっぱり自分が寂しい。孫がいるんですけど、5人もいるんですけどね、ここで一緒に暮らす子供は1人もいない、一人ぼっちでね。だからもう自分でそれは何か考えないといけないっていうことはもうずっと前から思ってましたのでね、はい、思い切って皆さんに声かけました。森さんが中心となり食堂を立ち上げて3年、運営に携わるスタッフは30人ほどになりました。60代から70代の人生のベテランが中心です。小学校にですね、農協の女性部で学童保育をしてるんですよ。それは2年生を対象に野菜を植えるんですよ。そしてその時に行ったら、ふれあいのおばちゃんって言ってくれるのがやっぱ嬉しいですね。高齢者が子ども食堂の運営に関わっていく意義を地域福祉の専門家はこう捉えています。仕事の中で培ってきた社会的な地位とか、それから、家族の関係でいうと子育てしている関係性とか、そういう、今まで培ってきた役割を喪失することを社会的な役割の喪失と言ったりします。高齢者は援助の受け手として見なされることが多かったと思うんですけれども、子ども食堂をきっかけとしまして援助の担い手として活躍する機会が増えています。子どもに対してお世話をしたりすることっていうのは自分に自信を持てたりとか、それから幸福感を得られるといった、そういった効果が認められています。この日は子どもたちと一緒に色とりどりのビニール傘を飾り付けました。水の災害が起こりませんように。梅雨を迎え願いを込めました。西島さんは22年前定年退職した後、福岡から九重町に移住してきました。趣味の登山が縁でした。そして1年前からこの食堂に通うようになりました。僕一人だからね、こういうなかなか人と町の人と接するあれがないからね、だからまあせめてそういうコミュニケーションをって、特に子どもさんがね、特にここ子どもさんが多いでしょ、会話するのが一番あれですからね、やっぱしゃべることが一番で、だからやっぱ元気もらえますよ。どう、楽しい曲って楽しい。何回目来たの？10回以上は来てた。今度何個ともよったらこの人も生まれたとよ。へー、小崎ね、いつも親子で遊びにおいでって言うんですよね。あ、今日お父さん来る？多分お父さん来る？多分もうさっき毎日が楽しいです。91歳の富田久子さんは九重町内のホテルや飲食店の厨房で40年にわたって仕事をしてきました。今はこの食堂で調理を手伝っています。
長年その料理やってきて、それがこう今役に立ってるんですね。はい、今はね、そんなもとてもみんなが用意していて、やらさせてくれてるってくれて、もう一応感じてます。半田ふれあい夢食堂、人生経験豊かな人たちそれぞれに欠かせない役割がありました。私も長生きしそうだなと思って、ふれあい食堂に始めたことでこんなにみんなとこう関わりを持って、そして料理とかもみんなと話し合って、自分たちが今までやってきた、ね、経験で料理ができたり、これがもう本当宝物やなと思っていつも思います。